またマムシに注意じゃん。マムシの楽園に行ってみますか。行きましょう。行ったら逃げましょう。逃げましょう。本当だね、ジャングルだよここ。トカゲもいたしね。うわ、パパすげー。あ、取った。アキアカネじゃないこれは。ちっちゃ、小ぶりだね。小さい、うん、このアキアカネはお尻が赤くなくて、しかもちょっと小さいから、なんか塩辛トンボのメスにも見えるよね、ちょっと。確かにね、うん、ここに青い鈴を、ちょっと怒らせて。うわ、ちっちゃい爪みたいのがあるんだよね。これ怒って口開いてる。この野郎、この野郎、やめろって怒ってますよ。面白い。アキアカネやった。マジでジャングルです。久しぶりのテントウムシだよ。ほら七星テント。かわいいですね。あ、いた。死んだふりしてんのこれ、うん、そんなの騙す、バレないように、もう僕は死んでるんですよって騙そうとしている。もう時間経ったら動くから、うん、これ足閉じてますよ、動かなくて。これ完全に死んだと思ったよね、多分。これ死んでないよ。へえ。動けない。ほら動いた。ほら動いた。すごい、言う通りだね。死んだふりだったね今のね。また死んだふりしてますね。手のひらの中で。ほら、逃がしてほしくてまた手のひらの上で死んだふりしてるね。うん。見て、糸トンボ。高橋さん、いなくなった。高橋さん今そこにいたの。高橋さんって、だからパパ分かってなかったでしょ。分かんない。おうちゃんで名付けてたんだ、トカゲのこと。うん、別れ道、うん、どうしよう。え、こっちに行ってよ。かわいいバッタの幼虫。おー、飛んだ。おんぶバッタ見つけたんだ。ママがね、あのおんぶバッタいたって言ってくれたから取った。すごい。ほら、おんぶバッタがゲロ吐いてます。あ、ごめんね、ストレス与えちゃったんだね。おんぶバッタゲットです。見て、あれ見たことないよ。あの蜂って何、見たことなくない？あの黄色い鼻に止まるあれ蜂？なんか見たことないよね。そう、あれなんなのこれ。え、イナゴ？何これ、車バッタ違くね、そんな小さくなくね。ぴょん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 、すごくない？ね、何を見た？ぴょん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 ってなってた今。イナグじゃないよね。人生初だよ。見たことないやつかな。ケロ出てますね。君さん。うん、何？何のバッタですか？何のバッタなんだろうね、この子は。口元ってなんか線みたいな。うん、触覚みたいなの、口元に。こういう。うん。ヒゲみたいな。そうヒゲみたいなものがあるね。じゃあバッタゲット。何のバッタじゃないけど。分かんないんだよね、種類はね。お、取りました、セゼリチョウ。なんか変わってないこの色。これね、色も違ってね、そうだね、種類が違うの。そうなの。僕が取ったのは違うよね。僕が手で取ったのは白グレーみたいな、うん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 、でこれは今回は黒、うんうんうん、っていうか茶色。あ、アゲハ。ママのとこ止まった。お目目が可愛いの。全然飛ばないし。
さっきの、あ、今、興奮出たよね、今。うん、興奮がなんかピロピロって出た。さっきいっぱい飛んでた。少量バッター、ここら辺にチキチキチキって。これ少量バッターって言うじゃん、うん、でもね、羽がね、飛ぶ時にね、うん、チキ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 ってね、言うからね、チキチキバッターって言われてるんだって。そうなの？チキチキバッターって言うの？うん、カメムシの木、これ。カメムシの木、ここにもあるよ、裏側にも横にもいるし。本当？上にもいるし。え、カメムシ動いた。ここにもカメムシ。集団生活なのかな。ほら、トンボだよ。じゃあ問題を出します。トンボ鉛筆の社名の由来について、創業者がトンボが大好きだったから。トンボがたくさん出る聖地だった。だから、はい、昔からトンボは勝ち虫と言われました。まあ、日本一の鉛筆に使用して、はいはいはい、なりたいから。そう。なりたいは何でしょう。何でしょう。じゃあ答えます。トンボ鉛筆の社名の、うん、由来は3番だと思います。はい、答えて。正解。やったぜ。なんか戦国武将で兜にさ、トンボをつけてる人いなかった？その勝ち虫って意味で、確か